細川雷雄は南北朝時代の武将、守護大名、貧後国、阿波国守護。神は家紋助、宮内所有、ミニバ通称は佐抜十郎。細川泉上守護家初代当主。近世細川家の祖となった細川藤高、忠興府市や熊本県知事、首相を務めた細川森広は雷雄の末裔にあたる。 細川頼春の子として誕生。室町幕府内の構想から発展した、関納の城乱においては、父、頼春に従い初代将軍、足利尊氏に属して、京都で戦っている。昌平七年、関納三年の父の戦死後も、男山合戦では、佐抜紀勢を率い、阿波勢を率いた兄、頼行と共に参加している。昌平十一年、塩分元年三月、 阿波国から伊予国平定に発行した寄雪を支援した。寄雪が官僚に就任して惑星に関わると、守護代として両国経営を任され、国人の悲観家などに努め、南朝方の河野氏と戦う。天樹五年、攻略元年、攻略の政変で、寄雪が失脚、寄雪追悼令が下り、かつて寄雪が滅ぼしたいとこの清志のこの正志が、阿波で放棄、伊予で、 方の通行が勢いづくと、育成した悲観を結集させ、下国した頼行を迎えて降戦した。元中四年、下京元年、着難頼長に家督を譲る。頼行の斜面後、元中七年、明徳元年には三大将軍、足利義満の命で頼行と共に、三陰の山名時広の追悼に加わり、翌年に六十歳で死去。号は、道勝で、 京都県民寺の住職無害に功を死と仰いで、全州を信仰したという。無害の没後に県民寺を保護し、達中、永元安は、大優を外する、泉上守家八代の菩提寺となっている。また、五小松天皇から賜ったと伝わる最古の近畿が、現存しており、永世文庫に所蔵されている。上落期は、よりゆきと同福の兄弟と伝えるが、 他の資料の記述なども考慮するとよりゆきとは、衣服の兄弟とみなされている。衛生文庫所蔵品簡易データベースより、近畿。ありがとうございます。